アゴ作戦の後、第6号に海軍航空隊は解体となりました。搭乗員たちは第6号産海軍航空隊に編入されるんですが開戦当時に比べると総機数が200機近い大所帯となり0 0 48機を配備する戦闘164飛行隊戦闘165飛行隊 そして戦闘166飛行隊と攻撃機「天山48機」を配備した攻撃263飛行隊の4つの飛行機体に分かれることになりました。戦闘164飛行隊は船舶隊でありアゴ作戦の時に使われていた21型から52型の零戦が配備されました。 戦闘1 6号飛行隊と166飛行隊は援護用のゼロ戦隊です。そして第6号3海軍航空隊は大分基地でえもう一つ第601海軍航空隊は松山基地で訓練を開始することになるんですがそうは言ってもあご作戦で大部分が消耗されてしまった機材はなかなか揃うこともありませんし。 搭乗員たちについては機材よりも揃うのは早かったわけですがアゴ作戦の時よりもさらに連動は仕上がってなかったということが言えます。アゴ作戦の時に主力であった艦隊航空隊としては戦闘機よりも空母を攻撃する爆撃機や攻撃機の方の活躍が期待されているわけですが。 基地航空隊としては我先に敵の攻撃隊に対して迎撃に上がる戦闘機が花形を飾るのであって爆撃機や攻撃機は基地航空隊としては役に立たないという存在でしたそういうわけで期待されるのが船舶隊であり零戦に爆弾を装備させるという船舶は救急艦舶の代用として 考ええられた代物と言えます爆弾を装備しなければ戦闘機ゼロ戦として使うことができ爆弾を装備すれば艦上爆撃機の役割を担えるというメリットだけが注目されたものだと思います。ただゼロ戦というのはもともと戦闘機なわけですから一人乗りということになり洋上工法を取ることが難しく 天山攻撃機などの誘導が不可欠であり実際にアゴ作戦の時ではアメリカの空母に攻撃を与えたのはほとんどが船舶隊であったということは間違いないんですがそれには天山攻撃機の誘導が不可欠であったということになりますそれほどにアメリカ機動部隊の直弦戦闘機の能力が高いということがいえ 新型爆撃機の彗星だったとしても旧型の救急艦爆だったとしてもアメリカの機動部隊に近づくことが難しいということは間違いなかったそれほどまでにアメリカの戦闘機部隊の能力は上がっていたということが言えますアゴ作戦の惨敗によりもはや日本海軍にはアメリカ機動部隊と互角に戦えるだけの力は残っていない しかし何とか一矢報いるためにアメリカの戦闘機をくくり抜けてアメリカの機動部隊に近づくということにはゼロ戦を使った船舶隊の働きが欠かせないということが言えました空母を中心とした機動部隊の利点というのはもう言うまでもなく攻撃基地を常に移動することができ 敵との間合いなどを常に計算することができ、近づきたければ近づく、ちょっと避けとこうかと思えば避けることができるという、移動できるということが、もちろん圧倒的有利な時点であったということが言えるわけですが、ことごとくこの機動部隊の戦いにおいて敗れてきている日本海軍にとって、次に予想される決戦地は、日本が。 喉から手が出るほど欲しい南方地域の資源地帯、こことの断絶を図るために、フィリピン方面と考えられるので、そうなってくると、機動部隊ではなくても、基地航空隊、例えば九州南部、鹿児島基地、それから機械島基地。 そして今は全く人々の行き行き、特に観光客の行き行きはほぼないと思いますが、南大東島基地、それから沖縄本島のホロ六基地、八重山諸島の宮古基地、石垣島には一応2つ設けられている石垣基地第一と第二、それから台湾、そして決戦の地と予想しているフィリピン各地の日本海軍航空基地、 これらを広く活用することができれば、機動部隊がなくても、なんとかこの基地航空隊が連携を取ることで、対アメリカ機動部隊との戦いが可能ではないかというふうに考えられたわけです。ただ、このアゴー作戦によって惨敗を期した日本にとっては、機動部隊を形成していた 空母など、もうこれはもちろん、また新たに建造するということが、これからはもう無理なわけで、航空機にしても相当数が失われ、当然搭乗員たちもそれとともに失われ、新たに搭乗員を送り込むということは、なんとかできたとしても、その搭乗員たちの航空機を操るレベル、この連動は全く間に合わない状態であるので、日本海軍とすれば、 次の決戦が遅ければ遅いほどいいという考えであることは間違いなく、そして同じように、アメリカも多少損害を被っているわけで、日本側が考えた、まあ、考えたというか、希望的観測意見といったほうが正しいんでしょうけども、アメリカが次の決戦に臨んでくるのは、12月頃ではないだろうかという、まあ、甘い予想を立てていたわけです。 しかしアメリカは日本のその予想をはるかに上回るスピードで次の決戦へと向かってきてなんと12月と思った日本の予想をはるかに上回る9月12日にはフィリピンのサマール島沖にアメリカの機動部隊が現れ攻撃を開始しますそれから9月15日にはパラオにその機動部隊が移動してくるわけですけれども この実は前回のアゴ作戦でも同じことが言えたんですが多分アメリカとしたらどこをどう攻撃してくるかを分からなくするという目的があったと思うんですが例えば今回この、まあ、私たちは歴史を知っているのでフィリピンこのレイテ島周辺で激しい戦いが行われそして現在レイテ沖海戦と呼ばれたりもする その決戦はまあ分かっているわけですが当時の日本海軍にとってみるとまだそこが決定してないわけですよね例えばもしかするとこのパラオに来るかもしれないフィリピンかもしれないいろいろな憶測が飛ぶ中でサマール島沖に9月12日に現れたもののその3日後にはパラオしかしその9月の まあ10月も同じですがその攻撃に対して日本海軍はなすすべもなし航空機の準備も整ってなければ搭乗員の準備も整っていないそういうわけで第一機動艦隊は全く出撃するどころか動くことができなかったということが言えますアメリカの機動部隊を指揮するのはアゴー作戦の時のスプルーアンスに代わって 対象ということになったんですがこの9月12日に火蓋を切ったアメリカの攻撃が、まあ、次にパラオに行ってますがここはパラオに現れて見せただけで特に攻撃を与えたということではないようですそしてサマーロ島沖で開始された火蓋が切られたこの9月12日の戦いでは一応日本も 迎撃機を各このフィリピンの基地航空隊から出撃させているわけですけどもその173機を撃墜してしまいますさらにこの基地航空隊を襲ったそのアメリカの攻撃により地上にあった305機の航空機を破壊もうこれで次の おそらくでき,できたら12月頃に決戦を迎えてくれたら準備が間に合うんだかなと甘く予想していた次の決戦に準備を整えつつあった航空機もこれで500機近く失うというとんでもない攻撃にこの9月12日に木蓋を切られたところから始まってしまったということです。 ここでアメリカの司令部、まあ、このハルゼーたちが考えたことは、日本が攻撃をしてこない。ここまでアメリカの方から攻撃を仕掛けて、日本の航空機500機近く破壊しているというのに、日本の反撃があんまり見られない。ほぼ見られない。というところで、アメリカは、これはもう日本は、 まだ次の攻撃準備が整っていないといなととうことを見抜くわけですねその見抜かれてしまったためにこのハルゼたちは次にこのパラオに侵攻してさらにはヤップにも侵攻してこのフィリピンの決戦の前の前哨戦としてやらかそうかという考えを持っていたんですがあまりにも日本の 防御が薄いのでそれならばこのフィリピンへの攻撃を早めようという考えになりアメリカはこのパラオとヤップへの侵攻を中止しましたそしてマニラを襲撃まだ10月になっていません9月末にはマニラを襲撃、まあ、これ今でもフィリピンの首都でしょうけども当時日本海軍にとってもここがまあ一大基地だったわけでこのマニラを やっつけますでこれらのまだ10月にもなってないこの9月の段階で日本のフィリピン基地航空隊の兵力は3分の1まで減ってしまいましたその数はなんとおよそ100機だけという状態ですさらにハルゼーは10月10日南西諸島に沖縄方面に台風が向かっていたために紹介例えば 飛行艇ですとか、えー、偵察機などが照会、えー、警戒などの任務を中止していたその台風の後ろからこの沖縄地区南西諸島方面に攻め上がるという、まあ、計画したのかそれともたまたまそこに台風ができていたのかそこは定かではないんですがうまくその台風の動きを利用し日本側が そのアメリカの動きに気づかないうちにこの沖縄方面に接近し10月10月日、沖縄を空襲します。その攻撃でもちろん攻撃機は破壊されましたしこの次のこのフィリピンの決戦に向けて準備をしようとしていた艦船たちいろんなこう資材を積み込んだ艦船たちが到着していた沖縄。 その港に浮いているその艦船にも攻撃を与え大部分の船舶が沈められてしまったというそれほど大きな南西諸島のの大規模な空襲がこの10月10日に行われたんです、まあ、沖縄の人たちも初めての大空襲で衰えたとは思いますがここからフィリピンの戦いが始まり続いて沖縄にアメリカ軍が上陸してくると。 いう運命はまだ一般の人々には想像できていなかったかもしれませんそこで日本海軍としてはこれはもう待ったなしであるという判断で称号作戦を発動しますそうとは知らないハルゼは、まあ、日本がまだまだ反撃してくる準備が整っていないのでアメリカがどんどん攻撃を仕掛けていっても楽勝だろうと どんどん攻撃し攻め込もうという考えで沖縄の次は台湾だろうということで調子づいてこの沖縄へのの攻攻撃撃日後台湾に攻撃を開始しますしかし日本も照合作戦を発動しまだまだ数的にも整ってない航空機操縦の連動がまだまだ上がってない搭乗員だとしても反撃しないではいられないというところまで来て。 総合作戦が発動されたわけでこの楽勝気分でやってきたハルゼに対して反撃を加えますそこでこの台湾に空爆に向かったアメリカの航空機は52機が迎撃撃され撃墜これにはハルゼも一瞬ひるむわけです10月12日に砲撃を開始した台湾 その翌日には日本の雷撃隊イシキリッコが十巡四艦キャンベラとヒューストンを大破します。これがイシキリッコですね。魚雷を投下して海面ギリギリをこれからすり抜けて退避しようという状況のようですがこのイシキリッコの攻撃で十巡四艦キャンベラが大破ということになります。で全体として アメリカの被害は例によってほとんどない、軽微なものと言えるんですが、日本側はその油断していたアメリカに対するこの反撃で相当数の戦果を上げたというふうに、まあ、勘違いであったわけですが、その反撃ぶりに活気立つわけです。この10月12 13月、に繰り広げられた 台湾沖航空戦と呼ばれるこの戦いでアメリカに一矢報いたようになったこの日本は戦果を過大に評価し日本国内では軍艦マーチ入りでラジオ放送が行われ国民が大騒ぎしたということになりましたでそこでそれらのラジオなどを傍受していたハルゼーはそんなことはないだろうと。 我々のの被害は軽微なものである日本が何でそこまで騒ぐんだもしかするとこれは日本が騒いで何か陽動作戦的なものを行うんじゃないかという疑いの目もあったんですがあまりにもしつこく日本がラジオ放送などで大騒ぎするものでこれは日本は勘違いしたことが間違いないだろうということを確信しハルゼはおとり作戦を考え出します。 これは日本の攻撃隊が雷撃に成功した多分この辺に魚雷が命中してるんでしょうね。これが日本が戦果を上げたとする重巡洋艦ヒューストンなんですがこれらの攻撃を受けて傷ついた艦船を集めわざと海面に油を流しそして救難信号を連発で発進させながらわざとゆっくり航行させる。 つまりそれがおとり作戦でここにとどめを刺そうと思ってやってくる日本の攻撃隊を近くで待ち構えていて取り囲んでしまおうというおとり作戦を考えましたそれに対して日本海軍は実はまんまとはまり10月14日には日本軍各地の基地航空隊から攻撃部隊を出撃させ 第2遊撃部隊それから潜水艦部隊がこのおとりの艦隊に追撃を始めてしまいます大分基地からも第6号艦海軍航空隊の半数がこの陸上図体に、えー、鹿児島・機械島南大東島コロク・沖縄本島宮古・石垣・台湾など陸上図体に 南方へ移動を開始ししてていってしま,いま,したまんまとハルゼのおとり作戦に引っかかりかけた日本ではあったんですが10月16日に作敵機から敵空母軍の建材が確認されその報告が持たされたところでこれはおとりだったんだということで危ないところでそれに気づき出撃させた各部隊には 引き上げ命令が下されましたたかったです危ないところでしたそしてアメリカは10月17日にはレイテ島の東方沖に位置する小さな島ではあるんですがこのスルアン島をアメリカ艦隊部隊が砲撃しますそして続く10月18日にはタクロバンここに上陸準備作戦を開始しました この10月18日の時点で第6号3海軍航空隊にも小一号作戦が発動されますスルワン、タクロバン、タクロバンは島ではなくこのレイデ島の一部分ここに上陸しようとするわけですが いよいよこの冷凍機械海戦、このレーテ島というのが具体的にクローズアップされてきたということが言えます。準備が遅れて、なかなか出動する状態ではなかった第1機動艦隊の空母にも、えー、次々に必要機材が積み込まれていきました。そして10月19日、大分基地から飛び立った第6号艦海軍航空隊。彼らが各 搭乗乗機に乗り空母へと飛び立っていきました10月19日の午後3時大分沖に第3航空船体の空母4隻瑞鶴千代田千歳瑞鳳そして第4航空船体の戦艦軽巡洋艦4隻それから第31水雷船体の軽巡洋艦1隻と 駆逐艦8隻が勢ぞろいしました翌10月20日この第1機動艦隊に対して連合艦隊長官が発した命令は次のようなものでありました機動部隊は栗田中将を率いる第一遊撃部隊のレイテ突入に作法しルソン東方海面を機器行動敵を北方に牽制するとともに後期 敵を攻撃、撃滅すべし、また作戦命令書の末尾には、全滅を覚悟し、牽制に当たれ、犠牲を惜しむなとあったんだそうです。つまり、今度の冷オキ海戦に関して、第6号3海軍航空隊への命令は、今度の作戦の主役は第一遊撃部隊ということであり、 主役を成功させるために甘んじて捨て石となれということでありアメリカのハルゼーが行おうとしたおとり作戦損傷した艦船を集め油を流し救難信号を発進させわざとゆっくり航行させるでそこにやってきた日本の攻撃隊をやっつけてやろうというおとり作戦は いいんですよおとりにされたとしてもその後ろにはアメリカの大部隊が待ち構えていて確率に敵がその罠にはまるというおとり作戦であるわけですが今回のこの日本のおとり作戦については何のバッックアップもないただおとりになり栗田中将が率いる第一銃撃部隊のレイテ突入を第一目標としそのためには 何やってもいいがお前たちは囮であるという作戦であったということが言えるわけですそしてこれにより第653海軍航空隊は米凍機械線と向かっていくことになったのです